磯川電力株式会社は、大正から昭和戦前期にかけて存在した日本の電力会社である。中部電力パワーグリッド管内にかつて存在した事業者の一つ。1916年に株式会社電気成功所の名で設立。社名の通り当初は、成功事業が本業で、電気事業は1919 19年に追加された付帯事業であったが、 1922年に成功事業を手放して基礎川電力へ解消した。電気事業者としての事業地は長野県基礎地域。1942年に中部電力の全身中部配電へ統合された。成功事業者としての電気成功所はその後の再編を経て成立した大道徳志工の前進にあたる。同社は1950年設立であるが、 電気成功者の設立日を創業の日としている。福沢桃介明治後期から大正にかけて愛知県名古屋市には名古屋電灯という電力会社が存在した。同社はもともと旧終わり藩士族の会社であったが明治末期より東京の実業家福沢桃介が株式を大量に買収して進出し、1913年から常務翌年からは 社長として1921年までその経営に当たっていた。名古屋電灯では明治末期に大規模水力開発を展開し、1910年に長良川にて出力4 2 0 0ットの長良川発電所を、翌1911年には基礎川にて出力7 5 0 0ットの八尾津発電所をそれぞれ完成させた。名古屋電灯では開業以来、 需要に対して供給力の方が小さいという状態が続いていたが、この二つの大規模発電所の建設によって、供給力に余剰が生じ、しばらく工場や電気鉄道といった大口需要の開拓に追われることとなった。こうした中、第一次世界大戦勃発直後の1914年10月、前年から名古屋伝統顧問を務め欧米視察から、 帰国したばかりのサムカワ・ツネサに対し、福沢は余剰電力 5000kW の利用方法の研究を依頼した。これに対し、サムカーが将来性のある事業として電気による製鉄・成功事業を進言したことから、直ちに社内で同事業の企画が始まった。事業家に関する試験費は5万円が支出され、 試験場として竣工したばかりの厚た火力発電所の発電室の一角が割り当てられた。まず1915年2月、合金炉を製作して、フェロアロイの試作に着手。試作の成功を機に、同年10月社内に製功部を設置し、続いて1916年2月より6 0 0ット合金炉を製作し、フェロシリコンの製造試験を始めた。3月には、 l 式アークロも完成し炭素工の試作を始め、これに成功すると続いて工具工の試作を行った。一連の試験で事業化の目処がついたため、発電所敷地にて工場建設に着手するとともに成功部の分社化準備を進めた。1916年8月19日、成功部は名古屋電灯から独立し、株式会社電気成功所が発足した。 資本金は50万円で、全員1万株のうち半分を、名古屋電灯が引き受け残りを関係者で引き受けた。初代社長には当時名古屋電灯常務の下出田美よ氏が、月、企画者の寒川常里は、常務として、経営の中心となった。本社は、事業地ではなく、東京市郝島地区に構えた。会社設立と同時に、工場の創業を開始し、施策を続けてきた。 フェロクロムフェロタングステンの製造を開始し、続いてフェロシリコンフェロマンガンの製造も始めた。これらのフェロアロイは陸海軍の交渉や日本製鋼所、ヤワタ製鉄所へ出荷した他アメリカオーストラリア方面へ盛んに輸出した。1916年10月末の第一期決算までの2ヶ月余りで約3万円の売上を計上し、年率1割の配当を行う。 高成績を上げ、翌年4月末の第2期決算では売り上げ、利益金ともに倍増し1割配当を継続できた。フェロアロイに加え、成功部時代からの目標であった工具高生産は1917年夏頃より良質な製品ができて、陸海軍交渉などへの納入が始まり、前後して中工やバネ工、クロム工などの生産も始まった。同年九月、 事業が軌道に乗ったとして下手が社長から退き、相談役の福沢桃介が2代目社長となっている。工業績は設立翌年以降も持続しており、配当率は1917年10月末の第3期決算から翌年10月末の第5期決算まで普通配当年率1割に、特別配当年率2割が加算された。 特に大戦景気による鉄工業の活況を背景に、フェロアロイの需要が旺盛で、厚田工場では生産しきれなくなったため、フェロアロイ専門工場の新設を決定、1918年10月一挙に5倍の増資を行い資本金を250万円とした。新工場は長野県西畜間郡福島町に建設され、1919年2月に創業を開始した。 電気製鋼所の工業石を受けて1917年6月、名古屋電灯は社内に製鉄部を設置して、電気で先鉄を製造するという電気製鉄の研究を開始。工場を名古屋市東築地に建設し、電気製鋼所の場合と同様に、工場創業開始と合わせて分社化して1918年9月、基礎電気製鉄を設立した。しかしながら電気製鉄は、 事業として軌道に乗るに至らずに間もなく終了しており、製鉄事業は、基礎川などで、推理券を得るための看板に過ぎないとも言われる。その後同社は生産品を中高に切り替え1920年7月より、製造を始めた。新開発電商屋会社の名古屋電灯が、基礎川開発を計画し、推理券獲得に当たっていた、頃、福島町周辺の推理券の内地元の河合勘介。 小野周一らが出願していた深海村地区の水利券を取得する際、これを譲り受ける代償として地元で工業を起こすよう求められた。この要求を受けて、電気製功所によって工場建設と水力開発を合わせて進めるという構想が立てられ、まず1917年12月27日、電気製功所は電気事業経営を定換に加えた。 発電所建設は新海村と福島町神戸地区の2カ所で進められ、第一発電所は出力1 2 0 0ットで1919 19年1月31日に竣工第二発電所は出力1 8 0 0ットで1920年6月16日に竣工した。第一発電所は基礎福島工場の稼働とともに送電を開始し、続く 第二発電所の稼働によって工場設備が増設された。その間の1919 19年9月26日、電気製工所は福島町の小規模電気事業者である福島電気株式会社の合併を決定した。同社は福島町で酒造業を営む河合勘介、小野広介らによって設立。資本金5000円という規模ながら基礎地域で 最初の電気事業者であった。発電所については設計、工事を中部地方で多くの発電所建設に携わった技士、大岡氏に移植して木曽川支流の黒川に建設し、配電工事の進行を待って1908年5月に開業した。開業時、福島電気の供給区域は、福島町内と発電所のある深海村区域の原集落であり、 伝統数は六百十頭であった。その後事業は順次拡大し、九百十二年には資本金を五万円へ増資し、小間金村への供給も始めている。さらに九百十七年六月、福島電機は鳥居電力と合併した。この鳥居電力株式会社は、九百十二年九月十七日、木曽村と奈良川村の有志によって木曽村やぶ原に、 資本金2万円にて設立。中央本セントリートンネルの掘削工事用に、奈良井川に設けられていた水力発電所を当時の鉄道員から買収し、翌1913年5月に開業した。合併前の時点で供給区域は、基礎、奈良川両村であり、また、福島電機の供給区域は、福島町と新海村、駒金村、日吉村であった。 電気成功所が蒸気福島電気を合併した時点で、同社の資本金は6万4千円であり、合併に伴って電気成功所は28万8千円を増資し、資本金を278万8千円としている。また合併により、福島電気の伝統、電力供給事業を引き継ぎ、福島町に基礎福島伝統営業所を開設した。 大戦中は工業石を挙げていた電気製工所であったが、大戦終結後、特に1920年3月の戦後、強行発生以降は、フェローアロイ部門が極度の不振に陥り、市況の悪化とともに工場に在庫が累積していった。したがって、専門工場の基礎福島工場は相談を余儀なくされ、1922年6月20日には、 厚田工場への生産集約に伴って一時閉鎖措置が取られた。余剰電力については大道電力へ売電することとなった。戦後強行に加えて戦後の軍縮による軍需縮小も会社の先行きに関する懸念事項として浮上した。このためワシントン海軍軍縮条約締結を機に電気製功所と大道電力の中高部門が独立した。 大道成功の統合構想が持ち上がり、1922年7月1日に、両者の間で統合契約が成立した。統合方法は、合併によらあズ電気成功所の成功事業のみを大道成功へ移管するというもので、電気成功所は、あつた、基礎福島両工場と関連会社の株式、合わせて150万円を大道成功へ現物出資し、 その対価と優先株への応募によって大同成功の株式を取得することとなった。7月26日に株主総会にて上記契約が承認され現物出資の登記が完了した9月15日付で電気成功所は基礎川電力株式会社へ解消した。この捜査によって基礎川電力は経営陣そのままに旧電気成功所の第一、第二発電所と 旧福島電気の伝統、電力供給事業を持つ電気事業者として新発足した。また初代大道成功を改め大道電気成功所の株式3万2000株を持つ大株主にもなった。第四代社長、下出吉尾1928年9月、木曽川電力は西地区間郡海田村の全域を供給区域に追加した。さらに、 翌1929年11月には、黒川水力電気株式会社より事業を譲り受けた。黒川水力電気は、木曽川電力の供給区域から外れていた、新海村黒川集落に対し、小水力発電により供給していた事業者で、田中金松の事業として1920年3月に開業し、1925年2月より、会社経営となっていた。 木曽川電力は、海田村への供給に際し、配電線が途中黒川集落を通過することから、買収に及んだ。このように、木曽川電力の事業は拡大はしたが、大道電気成功所が、不況のため無敗を継続したことから、配当収入がなく、経営は不振であった。なお、1928年11月に、福沢桃介に代わって、寒川常里が、 第3代社長に就任し、1931年7月には、電気成功所時代に一時支配人を務めていた、下出吉雄が第4代社長となっている。1931年の満州事変勃発以後、軍需拡大で、大道電気成功所の経営が改善したため、基礎川電力の経営も好転した。1935年5月、 上松マツ町全域に供給区域を拡大。さらに、同年9月には、長和伝統株式会社より事業を譲り受けた。長和伝統は、西地区間長和村にて、村の有志によって1922年6月25日に設立され、村内の黒川に、小水力発電所を設けて、翌1923年2月1日に開業した、小事業者である。 日吉発電所1930年代後半には新規の水力開発も再開され、1937年に日吉発電所、翌1938年には白山発電所が相次いで完成した。一方で1936年に大道電力ネざめ発電所建設に伴い、第二発電所を同社へと譲渡している。こうして事業の拡大を進めたが、 日中戦争勃発後の電力国家管理強化の流れの中で太平洋戦争開戦後の1942年8月5日、廃電統制令に基づく中部廃電への電気供給事業設備出資命令が下った。出資すべきとされた事業設備の範囲は、栗の原、深海、日吉、城山、黒川の後発電所と送電線三路線、変電所一箇所、それに、 中部配電の配電区域内にある配電設備、需要者屋内設備、営業設備の一切である。十月一日付で、中部配電への設備強制出資が実施に移され、事業を失った木曽川電力は、同年十二月一日付にて解散した。城山発電所城山発電所黒川ダム、木曽川電力の供給区域は、九百三十八年十二月末の時点では、 以下に示す長野県聖畜間郡の2丁6村であった。これらの地域において、1938年下期末の時点で、伝統2万1686等、電力1298キロワットを供給していた。木曽川電力が運転していた水力発電所は以下の通りである。すべて長野県聖畜馬郡にあった。前日の通り、日吉、深海、城山、 福井の原、黒川の後発電所が1942年10月に中部配電へと出資されている。いずれも1951年に中部電力に引き継がれた。電気製功所時代の成功工場は以下の2カ所であった。ありがとうございます。